皆さんこんばんは。ヤマハミュージックエンターテインメントホールディングスの商品チャンネルをご視聴いただきありがとうございます。本日の MC を務めますインターナショナルマーケティングチームの長内夏実です。皆さんこんばんは。本日 MC を長内と一緒に務めます同じくインターナショナルマーケティングチームの上平アンナです。さて本日は皆様のご要望にお応えし、私たちの商品の強みでもあるピアノ楽譜商品をご紹介いたします。テーマはピアノで楽しむスタジオジブリの世界です。ピアノソロ曲と連弾曲が収載されている商品をご紹介いたします。スタジオジブリが好きな方であればどなたでも楽しんでいただける内容になっていますので、ぜひ最後までお付き合いいただければ嬉しいです。さて今日は日本でも定番商品としてご愛用いただいているちょっとユニークな商品、 C メジャーで弾けるジブリをご紹介いたします。お子様でももちろんご利用いただけますが、こちらの商品は大人のピアノレッスン初心者の方に広くご愛用いただいています。 C メジャーで楽しむということはフラット記号やシャープ記号にあまりとらわれずに譜読みができますよね。はい、C メジャーと A マイナーで記譜されていますので調合がついていません。アレンジも弾きやすくなっています。指番号も丁寧に書かれていますし、ピアノのどの位置に手を置いたらスムーズに弾けるかが一目で分かるようになっています。楽典もついていて使いやすく、子どもから大人まで幅広い年齢層の方々に人気の商品となっています。それでは演奏をご覧ください。なるほど、これは C メジャーや A マイナーにアレンジされて優しい楽譜の作り方になっていますが、ジブリの雰囲気はそのままでお客様に楽しんでいただけますね。そうなんです。みんなが大好きなスタジオジブリの楽曲で楽しくピアノの練習を進めることができるんです。ピアノを指導されている講師の皆様、独学でピアノを練習している方々など広くおすすめします。皆様のスキルアップ、指導のワンアイテムとしてご利用いただけたらと思います。さて、次の商品をご紹介します。ヤマハはピアノ楽譜商品制作がとっても得意で、スタジオジブリ作品を題材にしたピアノ曲集は本当にたくさんあるのですが、その中でも特に他社にはない特徴を持つ画期的な商品がこちらです。スタジオジブリピアノソロベストヒット10シリーズです。アジア各国のヤマハ講師の皆様や生徒の皆さんにアンケート調査をいたしまして、その中から人気の10曲を選びました。ベストヒット10シリーズ4冊あるんですね。入門、初級、中級、上級、これは演奏レベルでしょうか？それにこれ面白いなと思ったのが、全部のシリーズで同じ曲が収載されてるんですね。そうなんです。こちら収載曲リストなんですが、4冊全部同じ曲が収載されているんです。ちょっと一部の楽譜紙面をお見せしますね。
同じ楽曲で演奏レベル違いで入門レベルの方から楽しめます。私この曲集を指導者時代に活用していまして全種類持っていました。特に指導者の方は全部持っていると生徒の演奏レベルに応じて適したレベル曲を選べるのでとっても便利です。確かに指導者の方は全部持っていて損はないですね。もちろん生徒さんも自分に合ったレベルの楽譜を購入して楽しめばいいんですもんね。そうなんです。本当に便利な楽譜シリーズです。今日は実際に違いを比較してご覧いただきたいなと思っていまして、この中の1曲4レベルのアレンジで演奏いたします。違いを体験してみてください。いかがでしたでしょうか。レベルごとにしっかり違いがありますよね。人気曲をピックアップ、アレンジがユニークなこのシリーズ、ぜひお手に取ってみてください。このベストヒット10シリーズ、スタジオジブリだけでなくディズニーシリーズもあります。コンセプトは同じ、人気ディズニー楽曲からベスト10を収載しています。こちらも大人気です。ぜひこちらのシリーズはお客様ご自身でそれぞれのレベル別アレンジの違いを楽しんでください。さて次はこちらのピアノ曲集シリーズです。ジブリ映画の場面写真も収載されている公式ジブリアルバム、ご覧の通り映画ごとに6点ございます。
表紙も美しいですが、中に場面写真が入っています。映画の場面を思い浮かべながら演奏ができ、なんだか映画内容をピアノ演奏で振り返っているような、そんな気持ちにさせてくれる曲集です。先ほどご紹介したベストヒット10は演奏レベル別に曲がアレンジされていましたが、こちらの曲集は同じ曲でも演奏レベルが違うバージョンが収載されています。同じ楽譜集1冊に初級中級のアレンジが楽しめるのは面白いと思いました。この楽譜はスタジオジブリの映画の世界にどっぷり浸りたい方にぜひおすすめしたいですね。それにスタジオジブリの曲集でこうやってキャラクター絵を起用できる楽譜集を海外向けにも輸出できるのは世界で今のところヤマハの楽譜だけなんですね。はい、そこも差別化できるヤマハならではのおすすめポイントです。ぜひこちらもお手に取って楽しんでみてください。さて次の商品をご紹介しましょう。これもかなりユニーク、おそらくヤマハしか考えもつかないようなアレンジになっています。このシリーズは他にもディズニーや日本の歌というものもあり、非常に人気の高いシリーズになっています。こちらです。クラシック作曲家風アレンジで弾くスタジオジブリ、バッハからラベルまで、こちらは全15曲収載されています。クラシック作曲家特有の作曲スタイルや名曲の断片がふんだんに散りばめられた豪華なアレンジになっています。クラシック曲が見え隠れしたり、スタジオジブリのおなじみのメロディーが飛び出したり、ドキドキワクワクがいっぱいのアレンジで豪華なサウンドをお楽しみいただけます。コンサートや講師演奏など人前での演奏にもぴったりですね。どんなアレンジか参考演奏動画をご覧ください。次はこちら、ショパンデジブリという商品です。韓国の出版社から韓国語バージョンが出版されているほどの人気の高い商品となっています。ショパンの曲にもいろいろありますよね、はい、ワルツ、マズルカ、ノクターン、それらの特徴を生かしたアレンジになっています。こちらも演奏動画をご覧ください。
これ面白いですね。マズルカ風発表会などで弾いても豪華なアレンジでいいですね。皆様ぜひこの面白さ実際に演奏して体感してください。さて本日最後のご紹介となります。スタジオジブリ楽曲の魅力をピアノで表現している事務員 G さんのスタジオジブリ作品集です。こちらはピアノソロのアレンジです。簡単に事務員 G さんのご紹介をいたします。 SNS や YouTube にスタジオジブリの楽曲のピアノ演奏を投稿したところ、メドレー2本だけで合計再生回数が1000万回を超すヒットとなりました。この事務員 G さんのスタジオジブリアレンジ公式楽譜集をヤマハから発刊いたしましたところ、非常に人気の高い曲集となりました。本日は特別に事務員 G さんから特別に皆様にメッセージと演奏をお届けいたします。それではご覧ください。はい、皆さんこんにちは、事務員 G でございます。今日はですね、今まで僕が、関わって作らせていただいた楽譜というものをご紹介する、いうことになっておりましてですね、ここにいくつか並んでいるんですけれども、
まあ懐かしいですね。もう本当に一番古いのがどれだろう。一番古いのがこれか、スタジオジブリ作品集ということでね、これが出たのがだいたい今これ見るとどのぐらいでしょうか。2016年って書いてありますね。だからもう5年前になるんですけれども、2016年と書いてございます。はい。まあ、これはもともと僕がねすごくそのジブリの曲を弾いた動画がですね、皆さんたくさんの方々に聞いていただけたっていうこともありまして、結構ね僕のイメージがそのジブリを弾いている人っていう風にね捉えてくださった方も多かったもんですから、まあそんなね動きもあってこのスタジオジブリ作品集というのを作りませんかというお話をいただいて作ったわけです。このスタジオジブリの作品集はこれはもうね僕が自由に弾きたいと思って弾いたものを楽譜にしているものです。はい。つまり本当はね、本当はこの楽譜を作る時っていうのは弾く人、弾いてくださる方のことを考えて、例えばね、あんまり指を広げないとかね、細かい、難しいことを書かないとかね、そういう決まりがあるんですけれども、このスタジオジブリの作品集に関してはこれはもうね、僕が弾く、僕ね手が大きいんですよもともと。なのでこのドからミまでね使うような、譜面にしたりとかですね、結構好き勝手やっております。まあこれはね弾いてもらうのももちろん楽しいと思うんですけれども、すごく難しい僕仕様になっているので、そのあたりのね弾き応えとかもすごくこう楽しんでいただけたらなというふうに思っております。はい。まあ、このね例えばナウシカレクイエムっていうのはこのこういう ねメロディーと左手、まあこうってやればいいんですけれども、わざわざ難しくしてるんですね。こういうふうにね3つの流れを同時に弾くとかですね、そういうちょっと難しいことをやってもらっています。はい。まあ、これは天空の城ラピュタの曲で、まあ、君を乗せてという曲なんですけれども、次に弾くのがね、これもですね結構低音をよく使っているので僕は、そのあたりのこう重々しさみたいなのも楽しんでもらえればいいかなというふうに思ってますね。乗せてという曲なんですけれども、そうですね、まあ結構この曲は割と優しい方には入るのかなというふうに思います。はい。そしてまあすごくね日本でもそして海外でも人気のある曲といえば海の見える街という曲があって、これは本当にね
僕としてもこれね、これ作った時僕あここに装飾音入れたらいいなと思ってペロって入れたんですけど、1小節目のね、3拍目のこの装飾音符、これ人間は弾けないと思うんですね、うん、でもまあだからこれ弾かなくて大丈夫ですよ。あの弾けないところはどんどん外しちゃってってください、はい、あの不可能なやつもありますんでね、うん、弾けたわ。このねグリスタンドはこう波のようになってますけれども、これもね、っていう感じでね、派手に楽しんでいただけましたらと思います。はい、もう5年以上5年ぐらい前のに作った譜面ですけれども、やっぱりねジブリの曲っていうのはこう色褪せない良さがありますよね。なので僕もね自分の、まあ、例えば生放送とかねいろんなこうインターネット配信とかするときに今でもねこの本でその時僕どういう風に弾いてたかなっていうのを思い出したりとかすることあるんですね。でこの絵もですね、これは実は僕が描いておりまして、一筆書きになっているんですね。でこの一筆書き表紙がまあ今の僕だとしたら、裏が子どもの時の僕っていうイメージでね、まあこれはぜひねお手に取って裏がどうなってるのかっていうのを確かめていただけましたらというふうに思っております。はい、まあすごくねこのなんだろう、この楽譜を作る人ね、僕が楽譜を全部作ってるわけじゃなくて、こう綺麗にね、楽譜にしてくれる、仕事の人、上書というんですけど、上書の人とですね、ずっと、なんですか、いろんな話をしながら作った思い出のある楽譜でございます。はい。いかがでしたでしょうか。ジムイジーさんがアレンジするスペシャルなスタジオジブリのピアノワールドを楽しめる楽譜となっています。ぜひお手に取って演奏を楽しんでください。それでは最後に本日ご紹介した商品をもう一度レビューしたいと思います。テーマはピアノで楽しむスタジオジブリの世界、ピアノ商品をご紹介いたしました。最後までお付き合いいただきありがとうございました。ぜひこの商品試してみたいな、弾いてみたいなと思われた方はコメント欄で、また商品の質問などもお気軽にコメントをお願いします。商品のご用名はぜひあなたの国のヤマハにお問い合わせください。
本日は最後までお付き合いいただきありがとうございました。また来月お会いしましょう。ありがとうございました。また来月。シェシェダーチャー。